株式会社クラウドワークスはフリーランスをはじめとした個人の労働力を企業が活用するための仕事のマッチングサイトクラウドワークスを運営している会社です。ランサーズの後発でありながら KDDI やトヨタといった大企業へのサービス提供を強みに創業からわずか3年で上場を果たしています。クラウドソーシングの市場規模は2017年には1400億に達すると見込まれます。そんな中、クラウドワークスがもたらす新しい働き方とは一体どのようなものでしょうか。お仕事マッチングサイト、簡単に言うとですね、なんですけれども、お仕事の受け手が個人なんですね。だからいろんな企業さんがその個人の労働力を活用できるということで、本当にフリーランスでプログラムをしている方から、はい、子育て中のママ、あるいはシニアですね、65歳退職した、まあ、シニアの方とかですね、はい、まあ、そういった方があらゆる人たちが50万人ぐらい今登録いただいていて、はいはい、で企業はですね今8万社を超えてます。でこの8万社はですね、トヨタ、はい、ソニー、パナソニック、UFJ、NTT、KDDI とかですね、まあ、政府もですね6省、経済産業省、外務省をはじめとしてですね政府6省が活用して、都道府県の地域の行政もですね20以上を活用していると、こういう意味ではですね、本当にこう日本でナンバーワンの利用実績を誇るですねクラウドソーシングサービスになっていますね。なるほど、はい。このクラウドソーシングという業界でいうと、はい、ランサーズさんがそれ頑張って、はい。